茨城県木ではなく木である。知ってたかな、これ木じゃなくて木なんだよね。そのこと どうでもいいのか、 いいのか、怒る人いそうだけどな。いろいろな意味でホットな海岸大戦を抱えるほか、関東平野の平野っぷりが堪能できるほどに平たい。首都圏近郊でのこの平野っぷりはツーリストにとっては感動すら呼ぶという。へえ、茨城県、あ、確かに、でも確かに山というかすごい平野が広がってるイメージだったね。茨城は行ったことがあるんだよね。また水戸には行ったことないけどね。 JXA や霧ヶ浦違うと思う、下ヶ浦かな読めないぜ。相変わらず土地は苦手だ。というわけでいきなり県庁所在地の水戸だ。茨城ってあったよね、なんか知ってるかい。僕はお米でできるんだよ、これ何度も見たな。ちなみに知らなかったけどね、知らないけどね。もうね、メンバーはだいぶ強いので持続性を考えずにとにかく行きます。家に着くや否や、まるで私を待っていたかのように電話が鳴った。オンカミンホーム、ゲティンホーム、ゲティンかな、これは到着。カミン、アイガットホームって言いそうなんだけどね。よし、A statement that tells whether something is right or wrong. Right, guide. Guide? Rule. Rule! よし。Rule. ピヨコ落ちろ。来た。ピヨコラッシュだな。今度からフォーマルパッチがあるかもね。I don't know better, don't know better than two.No better than two. Okay. No better than two. あ、変わってた。うんちくが変わってたのに読み逃したぞ。来ました。茨城は水戸です。そうだね。非可評論な、あれです。あのね。黄色、なんとかね。あえて言わないけど。それを置いといて、水戸といえば、ご隠居がなって、かなとだよね。そうだ、それだけはね、俺も伝わるぞ。おな、俺ね、ミトちゃんっていうゆるキャラなら知ってるぞ。あそこで、あ、確かに唖然としてる。これでも、どっちも混ぜたね。欲張ったキャラって感じがするけど、よくぞ聞いてくれました。あれこそはミトの誇る、納豆的ゆるキャラ、ナットくんのご隠居でございます。なるほど。ガチでこぼしちゃってるね。ちょっと美味しそうなメニューが並んでるにもかかわらず、俺が初めてね、食いつくメニューだよね。玉かけご飯と納豆、最高のコンビネーションだけど、はい、こぼしてます。仕方ないよ、おじいちゃんの、そういうノリでいいのか。なんか喋れよと。お、何にも喋れずにいきなりバトル、いいでしょう。水攻めで一瞬で片付けましょう。クリスタルリリーフImpulse, relief, impulse, infant, relief. Relief. よし。水戸納豆が落ちたぞ。米食べろよ。最近こんなの多くねえか。やって。日本人だもんね。確かに。俺は朝はパン派じゃないぞ。いつでもパン派じゃない。俺はもう三食とも米派だぜ。パンにも納豆、それはさすがないと思う。確かにね、ないですね。てかパンがないですね。もうはっきり言って。今更戻ったね。それはバイトだからしょうがない。グルメツアーなのにもう突っ込まないのかな。あ、グルメツアーだったんだ。確かに飯の話ばっかりしてて、初めて俺が食いたいと思う食べ物に出会いました。納豆と卵とご飯、安上がり。これ一番最初間違えたのか。あー、これね、ちょっと冷静に見てみようか。 I'm going home, coming home。 これね、ゲッティングホームじゃダメなのかな。まあ、カミングホームが万能なのはわかるけど。ダメなのか。ミトちゃんの方が知ってるけどね。俺は玉かけご飯が大好きです。これは何て読むんですか？助けてください。全然知らないぜ。JXA の本拠地、つくば市があるのもここ、茨城なんだよ。出てくる単語が全部わかんないです。よし。形容詞。時間通り、パンクチュアル。大丈夫です。パンクチュアル。単語はね、解説いらないよね。知ってるか否かっていうだけの。あ、牛久大仏が今後ろ立ってた。見えた？牛久大仏がちゃんと立ってる。これ後ろちゃんとなってるんだね。知らなかった、これは。
めっちゃかっこいいじゃん。ネギ落ちろ。おっと、ネギ落ちた。ほらほら、牛久大仏超かっこいい。かっこいいのか自分で言っとけば。あ、ナマズっぽいキャラが出てきた。食べるって。本当に美味しいものを食わせに来てさせ、来させてもらいましたよ。鍋はまあまあ確かにね、レベルは高いけど、フォーゲラを超えるあん肝。あ、これあん肝、あん肝って何？魚の肝とか。俺も肝は全般苦手です。見えてるのにスルーですかしかし私は安定のハンバーグ未満のなんだそのハンバーグ未満って。食い気だけですか。私の斬新のポーズ、これポーズなのかな、そもそも。完璧なゆるキャラもスルーですか。かスルーしたくなる気持ちはよくわかるけどね、これ言われているわ。あんこちゃん、あんこなんだね、やっぱりあんこか、もしかして。この人うざいかも。安定のうざさ、俺仲間、なんか今日なんか親近感があるんだが、これは。あ、かわいさはないけどはい、じゃあ行きましょう。これはね、ギアじゃないな。オーガンのストラクチャー。用意式ファーニチャーでいいのか。ギアか。ギアギアってヘッドギアとかのギアじゃないの。解放、リリース、リリース、はい。残念だったのに。あんこちゃん、あんこちゃん、あんこちゃん、あなたでは私のうざさにはかなわない。ああ、確信犯ってやつか。かなりたくねえだろう。いや、まあね、確かに。かわいさのないうざさで勝ったらちょっともう負けだよね、どっちにしろ。露骨に増水を催促か。うどんという選択肢もあるのに、考慮外ですか。そうですか。まさか殿なら真珠のアクセが私には必要だとおっしゃってました。真珠は食えないな。食べ物なんだね、やっぱり。ツアーだね。めっちゃ食うよ、ほんと。ハンバーグ的にもね。ネギゲット！これは嬉しいな。ちょっとね、これは知らなかったな。ギアってよ、儀式？下ヶ浦。下ヶ浦。はい。霧ではないよね。英語がわかる利点の一つは、それだけでネットの世界が数十、数百倍にも広がるということじゃないかな。ネットがあれなのか。ネットがメインか。よし！とりあえずやっつけていくぜ。Indirect。不確かじゃなくて間接的。Indirect。よし！進むぜ。あ！この人は、京子さんですか？あの30代のゆるキャラ。よし！I recommended that she should see the professor. So, see? うん、だね。Should see. ちょっと重いね。鹿島アントラーズといえばジーコジーコと言われる。なんだって？そう、真珠が取れる。初めて知ったぞ。へぇ、湖で取れるんだ。淡水パールと呼ばれていて、ここ、下ヶ浦の名工パールは生産が加工まで手掛けているのが特徴なんだよ。さすがおこしん、社会科の番組のマスコット並みの解説よ。おお、なんか顔面だけめっちゃ白い感じの。あ、これ真珠か。なるほど、だから白いのか。あれは伝説、タテロールイズお嬢様という すさまじい昭和説。確かに昭和、あ、なるほど、昭和色を出してるのか。嫌な言い方。それで果たして褒めているつもりかしら。褒めているつもりだと思うよ、こいつのゆるキャラ好き度からすれば。だけど私は認めない。だから勝負よ、坊や。うん、知ってた、慣れてきた。じゃあこの真珠お嬢さんをゲットしようかな。 Slightly と対照的、少しで、ハードリーかエクストリームリーか、どっちかだね。多分エクストリームリーの方だね。ハードリーは Extremely 違う。あ、私の文字通り、た、玉？樹？玉のような肌に傷がついちゃうじゃないの、真珠だろ。肌っつうより顔だな。もう嫌な兄弟、あなたたちなんて畳リーゼントなヤンキーどもに乗されてしまえればいいのよ。相変わらず、相変わらずな
キャラなの。しかも知らないのか、知ってんのか、やっぱり。ああ、わかったわかった。なんとなくわかるわかる。特攻用。畳リーゼントなんとなくわかった。平成キッズ。俺も平成キッズに一応入るのか。結局、あ、なんか真珠っぽいのが落ちたね。これ多分真珠落ちてるよね。こいつ、あれのレベル低いやつだ。多分。あ、続編がある。なんと、場所がないのか？そういうわけじゃないのかな。ちょっと長い物語が、ちゃんと理由があるんだろうね。さて、関東平野の平野部分を多く抱える茨城は、東京から2時間程度で地平線が見られる。ん？いらないのが2人。どうしよう。あ、ヒーは1人しかいないから。Armed。武装した。Armed。さあ、もう一回せっかくなのでヒーで倒しましょう。A member of the same class in school. Friend, classmate.Classmate. よし、なんかね、英語の方がそろそろ読めるという自分がいるよね。さて、水で倒します。ケープ、ケープそのまんまだ。ケープって日本語でケープって言うの？あの、ポンチョみたいなやつなんでしょ？だから読めないって。お、畳リーゼントだ。女を泣かせるなんて、さすが東京もんはいけすかねえな。これが畳リーゼントか。すごいお兄ちゃん、リアルヤンキーだよ。マジもんだよ。リアルヤンキーっつったらアメリカ人のことになる。そうなの。なるほどね。なんという東京コンプレックス。言葉の節々から漂うというか、主に松子が。いいぜ、東四郎を相手にしねえ主義だったんだけどよ。坊やの教育も大人の仕事だから。大人これは伝説の怠慢だったらダッチフラグ。じゃあ落とすんだね。ドロップするんじゃない？おい、さすが分かってるね、ヤンキーよ。やっぱりちゃんと属性を選んでいくよ。Amuse, rude, cute, future. Rude、 マジか。うと言うの違いって感じのところかな。まあいいや。じゃあ最後いきます。 I expect it to beあ、違う。あー、読まなきゃいけなかった。最後まで読まなきゃいけないやつだったね、これ。早とちった。You've been driving for hours. Shall I take over? 交代する over ね。over。OK! ありがとう。女を泣かせるやつに負けるなんてな。というか、あの、真珠のいるキャラの女性扱いする。女性でしょ、一応。確かにヤンキーは女性にはね、あれだよね。毎朝55分もかかってる。4分もでもなかなか十分だと思いますよ。女子中学生4分許してあげてくれよ。メイコちゃんは勝手に泣いてただけで、俺らは悪くない。なるほど。そうだよ、私たちそれほど悪くないよ。確かに、言うほど悪くない。確かに、今まで通り戦っただけ。つまり悪いんじゃないか、男前。謝るか。反省してんなら前で、男前。じゃあその男気につけ込んで、マサカットの情報教えてよ、お兄さん。そこは見込んでじゃん。つけ込んで、賢い。はい。つけ込まれたからとあれ、男前だ。こいつ男前だな。いや、男前だろうぞ、こいつ。宇宙すごいだね。え、そうなの？つくばって知らない。宇宙すごいなの？つくば市。初めて聞いた。つくばってひらがなで合ってるの？琵琶湖に次いで世界第2、世界じゃない、全国第2の湖、下ヶ浦。あれ、毎回読めない。A person's father. daddy. なんちゅう問題や。daddy. 茨城の有名な観光スポットだよ。昔では鯉で有名だった。鯉で有名って、ね、食べるんじゃなくて、多いってことかな。I expect there to be. これさっき間違えた。No smoking. あ、これはちょっと待って。ちゃんと。でも there って合ってる。No と来たら大体 there を入れるのが安全かもね。It is no use とかじゃない限りは。Yes か No か。単に知識としての難易度よりも、この白黒さが妨げになっているか。それはあるね。文化的な差のせいで英語は
ついていけない部分は確かにあります。 Range Range なんかこの赤レンジャーめっちゃ落ちるくない？ボス戦、おほほほほほ、チェケラ、やばい、宇宙やばい、マジでやばいよ、マジやばい。まず広い、もう広いなんてもんじゃない、超広い。広いとか言っても東京20個分、東京ドーム20個分ぐらいとかそういうレベルじゃない。むしろ無限、すげえ。なんか単位とかないの？何坪、何坪とか何フィートとか、超越してる、無限だし超広い、しかも膨張してるらしい。やばいよ、膨張だよ。だって普通は地球とか膨張しないじゃん。俺だって自分の部屋がの廊下がタンガタン伸びてったら困るじゃん。だんだんか、トイレとか超遠いとか困るっしょ。通学路が長いな、この人。はいはいはい。2時間とかなくっしょ。だから地球とか膨張しない、話の分かるやつだ。コッペをつ、あ、え、コッペじゃないよ、今のは彼の言葉でしょ。忘れすぎだろ、2時間くらい泣いちゃう。お前らは話の分からないやつだ。確かに分かってないぞ。えらいチームだな。おっす。楽に、comfortably, lightly, hardly, gently. comfortably. comfortably. そう、comfort じゃなくて comfort なんでね。ここをちょっと間違いやすいと思う。宇宙の弱さがよく分かったから、ここでマサカトノが来たかどうか教えろ。やばい、マサカトのやばい、マジでやばいよ、マジやばい、マサカトのやばい。まず食べる、もうな、確かにそれは分かったよ。うん、こいつやばい。た、うん、まあまず映る、映るってもんじゃない、超映る。いいね、映んねよ。まあこれは相手にするのがしんどそうだし、放っておいて先に行こう。本当にどこに行くんだ。関東に残された場所一つ、確かに賢い。その辺で群馬、なんなん、元ネタあんの群馬って。というわけでね、群馬に次行くということってことは、茨城は終わりじゃないか。お、ガチャだ。引くしかないでしょう。終盤まであと4分になりました。行くよ、7来い。星7、4とかだけはやめてください、ほんと。マジぶっ飛ばせ、こっちのセリフだよ、これ、ほんとに。こいつもうレベルマックスだもん、最大進化の。マジひどい、これ超ひどい、ひどすぎるじゃんの。ゆりやまハイキングが解放、やったね。チョコゲットできるチャンスが増えたらしい。1位に無茶を言うね。終わります。ありがとうございました。